はい、ということで始まりました。プロノワールバブジー練習です。ちょ、そもそも玉金引いちゃったんですよ。引き潰しちゃった。ひどい。あとね、アベレージさんのチームもなんかあれしちゃったんですよね。すってんコロリンってして4人ともバカで死んじゃったみたいな、車の。だからアベレージを許すなみたいな。そう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 、なんかね、そりゃ許せねえわ。アベレージさんがなんかあれしちゃったんだって。あのね、スクール横ここら辺の山のあれでつまずいて、コロンコロンコロンボーンって車爆発しちゃった。あ、ない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 、げえなー。てかさ、これサムグリップつけたらさらに速いんかな。そう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 、最高速だよもう。やば。AK やだな。あ、もうあれだよ。あ、ドゥル配信だ。配信だ、ドゥル配信だ。お前今の一呼吸の間で7回死んでるよ。いや、クズは14回死んでるよ。甘いわまだ。いやでも俺15回蘇生してる。で、僕84回生き返れるから、バトルフィーリングスキルになって。バトルヒーリングスキル、生き返る効果じゃねえし。バトルヒーリングスキルだと僕体力ゼロでも適用されるから、1秒に5万回復する。やば、何レベルだよ。ん、4万。キリト君600だったよ、確か。78レベルの段階で。そうだよ。何年かかっても俺は倒せないよ。キリト君で言うと SAO3 話見た？見てない、俺。2話まで。もう一回、1話からっていうか、1期から見直してる。ああ。いや、めちゃくちゃ、そういうタイプなんだよな。今回めちゃくちゃ良かった、3話。もう、早く次見たかった。早く次見たいってなって、その後ゴブリンスレイヤー見た。 俺ゴブリンスレイヤーね。そう、ゴブリンスレイヤーやばいよ。見て、知ってる？いや俺ゴブリンスレイヤーは漫画で、あ、東京からの帰りとか東京行く時って絶対俺漫画買うんだよ、電車内で。スマホいじるってより漫画読むんだけど、うんうんうん、それでゴブリンスレイヤーを見つけて買って見たんだけど、俺めっちゃ好きなのが、何巻だか忘れて4巻かな？ 4 巻の一番最後にね、なんか神がこの世界を作って、うん、で、神はサイコロを転がして楽しんでました、みたいな。まあ、それが何回も転がして、何回も転がしたんだよね、確か。サイコロ。だから、そうで、人間の世界作りました、で、神がサイコロ転がしてますなんだけど、ゴブリンスレイヤーっていうのはゴブリンを倒すために詰めて、死に物狂いで資格をなくして、完璧な状態で挑むから、神はサイコロを、触れませんでしたみたいなシーンがめちゃめちゃ好きだった、4巻の最後の。僕4巻まで読んだかな。神に左右を振らせない男っていう、あ、これができたら PUBG めっちゃ強いんだろうなって思って、ちょっと俺の中でめちゃくちゃ共感してんじゃん。いや、くっそ教訓。でもそれめっちゃネタバレだけど大丈夫今？え、いや大丈夫だよ。どういう男かっていうのは1話2話あって全然分かってくから。それをギリオッケー、ギリオッケー、ギリオッケー、オッケー、はい。マジ買ってくれ、ゴブリンスレイヤー。いや、僕もさ、コミナビっていう携帯のさ、サイトでさ、ああよくエロ本見たりするんだけど、その時にゴブリンスレイヤーあって、エゴ。僕エロ本とか読んだことない。やめてよ、みんなそうやって。ひれ、卑猥だよ。ひれっつってお前、敵に回すぞ。卑猥だよ、みんな。かなかなそういうの読まないよ。昨日、マシュマロにさ、なんかとんでもないの来ててさ、多分パワハラネタがあるじゃん、すね出せのやつ。あの時の怯えてるひまちゃんが死ぬほど可愛いですって来てた。狂気を感じた、ちょっとマシュマロに。怯えてるのマジで。ハニーやめてーって言うじゃん、ほんまさみたいなのが。そう、多分それのことなんだろうね。ああ、なんかやりにくくなったパワハラネタを。もうやらないからな。え、そのパワハラネタをね、もうやらないっつった今。そう、新しいネタ考えよう。あ、止まった、やべ、死んだわ。楽しかった今まで、俺のことは忘れないでくれ。金井の方行ってる、金井の方。ワンダン、あ、武器持ってんのね、ナイス。もう一人は、いや知らん、ほんと存じない。じゃあ行こう。じゃあ六角させてもらうぜ。
油断したね、君。えへへ。あれ、わあ、危ない、お前何してんだよ。ごめん。崖。崖。あ、5ミリ取ったから、いるんだったらあげる。撃ってきた。ここから見て、倉庫215。リボルバーじゃない。あいつもうやめてやれよ。もう。いや、仕方ねえ。喧嘩撃ってきたんだ。ああ、もうごめんな。勇気を認めてやるぜ。いけ。ごめんね。やっちまえ。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ショットガン持ってて草。ナイスこのモミジ、これは僕とクザハが初めて出会った木。だから、ここはモミジ。ああ、そう、モミジ生えてるからモミジなんだ。知らなかった。なんかもみじ型なのかと思ったわ。穴が生えてんのね。あれメイプルの木ってなんだっけ。忘れちゃった。帰ってきたよ。あ、おかえり。覚えてる？ここ僕とお前が初めて出会った場所。いや、ロビーだよね、初めてだと。お前さお前ちょっと好きだよな、こういうのな。茶番、茶番。控室で僕ら二人でずっと茶番してるからね。主にお前から仕掛けてくる。またそうやって本当のこと。だってマネージャーさんに言われたもんね。なんて、この君たちが一番仲いいですよ。あい、言われたな。なんか多分トカビトの人よりもガキなんだろうね、僕らの騒ぎ方って。そうだね。多分ね、もうちょっと多分僕らウェイウェイウェイみたいな感じだから。だから大体僕がクズハにちょっかいかけて、クズハが「は？」みたいなこと言って、こっち見た時に僕が変顔して待つみたいなのが結構多い。そうだね。裏でもや変わんないからね、僕らも。だから僕らもアフレコやってみたいね。アフレコ、うん、あでもほら、著作権的に絶対あったからできないね。あー、アフレコってそういうことね。あ、やってみたい、やってみたい。案件で来ない限り無理だね、アフレコしてくださいって。そうそうそう。んな特殊な案件ある？普通に著作権アウトだからね、多分あれ。島崎信長さんから、え、アフレコするって来てるよ。いやでもしたいよね。させていただけるのであればしてみたさは気持ちとしては少しあります。待って、真心送るわ。真心送れなかった、受け取っちゃった。あちゃ、今回範囲どこだと思う？まあお前がいないことかな。わかった。わかった。何今の戦闘の敗因？じゃあもう一個増えるよ僕。は。出す、もう一個。僕出すね。怖っ。自分。チートじゃん。もう一人出てきた。あ、今どっか出た、もう一人。ん？ああ。もう一人出てきたよ。コピー人間だからね。そこら辺はお手の物よ。何体倒せばレベル6になれんのこれ。うん、何体倒せばいいの？いや5体倒したらやっと、あ、5体でいいんだ。これ体力の 5% なのこの子。それは 10% に変わる。なるほど。うん、能力だからねこれは。いや超強いじゃん、だってこれデュオなのに。そうだよ、これだからいくらでも増やせるから僕自身は。あ、でもなんか、かなえ2434、1人しかいないよ。うん、ああ、そういうこと言うよ。はい。もう1人増えて。はい。ああ、なに？嫌な気持ちになると、増えんのこれ。そうそうそう。まあ、また1人増えて。いや、ていうか、それ、サングラス外した方がいいんじゃない？ダサいんじゃない？そっちの。なんか、肌の露出できるだけ下げたくてさ。あ、増えねえんだ、今のは。うん。今のは増えないんだ。一定ラインなんだ。あ、もうまた増えたよ。あ、増えるんだ。うん、増えないのって問いかけで増えるんだ。そうだよ。あー、もう来るよ。
かなえしてんの来たよ。してんの来ちゃったね、これ。4人以上いるけど。いやほら、これみんな 10% の力を持ってる。キモい、キモい。これも、みんな 10% の力を持ってるから。こうじゃん、これ。ハムーラ。そうだよ。5リンク来たらもうやばいよ。レベル100、それは。今、ね、今レベルね、今90ぐらい、今。レベル今90。キモすぎ。HP 共有これ。HP 共有じゃないよ。ああ、共有じゃないんだ。じゃあよかった、みんな帰れ。シュン！そういえば今ドルフロコア変えたね。てか大型製造ってのあるんだけど。ああ。やったの。ああ。資材もう全部2000円満ちだったわ。2000円ぐらいまで落ちたわ。失敗して。わかんねえわ。ほんとね、100万あったのがもう20万しか残ってないみたいな。結構使ったね。資材ダメとかしなきゃいけないの？うん？それやめて、そういうなんか過去の恋愛を掘り返すみたいな。もう今失恋して昇進してるって言ったじゃん。知らねえ。うんともそうやってさ、もう失恋して今昇進してるって言ったのにさ、怖い。なんかそういう初耳初耳。なんか急に資材。今までのメモリーズ全部なくなったっていう。なんで今までのメモリーズロストしたって言って。今までのメモリーズ。メモリーズ。Yes. 今までのメモリーズロスト。ギャグ。明日からに学力テストあるからさ、教えてよ、勉強。いや、俺教えてもらってる側だからな。クズハが分かったところまで教えて。なにそれ。それ結果的に俺が分かんないとこ、俺も勉強しなきゃいけないじゃん。だからクズハが分かんないとこはもうやめよう。クズハが習ったところを絞った、山を絞ったところを教えて。山絞ったの豚だしな。だからその豚さんが山絞ってくれたものを教えてじゃん。豚さんが許可取れたら。豚は俺専属だから。あー敵だ、すまんな。あの月のミトさんと樋口楓さんとエルフのエルさんが今配信してて、そっちの方でなんかあったらしい。あんま向こうわかんないけど、わかんないね。僕らは触れません。あ、触れろ触れろ、やめろやめろ、お前不用意に触れるな。確かに火種が見てないから、僕らの発言で影響を及ぼしてしまう可能性があるからね。そうだな。そうそうそう、僕らはプロノワパブジー練習を淡々とやってるだけ。アンダースね。なんだっけ、なんたらが仏。みんなもね、コメント欄も自粛しましょう。触れない神に、触れない神に、あぶるる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 、知らぬが仏。あれ、言わぬが仏か。知らぬが仏じゃない。触らぬ民に刺されてる。触らぬ民。触れられない。触らぬ神にたたりなし。言わぬが仏。君は。やべ。聞く。面白い、それ。ちょっと俺のツボだった、それ。今日のMVP。言わなきゃ。なんで止まったの？なんで止まったの？俺免許持ってないから。あ、なるほどね。ポリコーにバレると。ラングドシャーホワイトチョコ食べていい？うわー、それパリパリして美味しいやつや。パリパリっつうかサクサクで。食べてわかる、うまいやつやん。あー。甘い香り。糖分が俺の脳を刺激する、シナプス単位で喜んでる。はい、ミュートしまーす。はーい。はあ、一人ぼっちだな。一人ぼっちだな。一人ぼっちは寂しいけれど、みんな一人ぼっちなら
さみしくなる。ああ、おかえりおかえりおかえり。一つは。はい。いや、俺だって、すげえ。あ、僕やれる、僕やれる。任せて。ただ、おとりが必要、どうしても。本気よ、お前。じゃあ、分かった、行くわ。やった。だっせ。あ、行くぞ。俺に任せろ。ヴァンパイアクローで締め倒す。あーた、あーた、あーた、早く、早く助けて、あー、いや今までありがとう、あー、助けて、楽しみたくない、あー、ドンカツそろそろもう一回食いてえわ。じゃあ、分かった、ここまでさ、あれ、ドンカツそろそろもう一回とか言ったけど、一回も取ってねえから、信長さん、ここまでもうすごい見てくれてたじゃん。この試合に、島崎信長さんに捧げよう、魂をかける。これ初動値最悪だよ、言っとくけど。大丈夫、大丈夫、この試合を届けよう。ついでに椎名と柿追いの魂もかけよう。そうだな、うん、椎名さんかけるわ。椎名さんの魂もかける。かける。エメさんなんだ。へえ。へえ。エメさん、そう、なんかね、今こうわかるじゃん、あ、そうなんだってなってまた忘れるんだよね。だからいつも読み方が違うことはわかるんだけど、なんだっけってなっちゃう。僕フランス語で愛してるって意味らしいよ。覚えた？覚えた。ちゃんと覚えた？本当に。覚えた。なんて読むでしょう？エメ。いや、今忘れた。そんなお前、急にお前告白されたの困るよ。そういう。まあ、やめろ。だる。まあ、やめろって。そういうやついるよな。僕ら男同士だろ。なんだっけ？なんだっけな。姉ちゃん、姉ちゃんと風呂入るみたいな。何それ。あ、お姉ちゃんとってこと、そうそうそう、はいはい、渡るかこれ。そんなお前小学生か、お前やり口が。もうお前困るわ。困るわ、ね、こっちが。やり口が小4。コメントバン。よし。あんのかよ。ああバロー。こんなんじゃ、こんなんじゃこけねえよ。右の家、右の家、右の家。こっちも。何、敵？違う違う、見よってこと、あさろってこと。ああ。完全にやったと思った。積年の恨み晴らせたかと思ったのに。残念だったな。この試合、島崎信長さんに捧げます。あ、そう、キムチを食べるオタク、キムタクってツイートしてた。へえ、面白。ああ、敵に回したな、シーズン。いやー、面白いなー。あれ、めっちゃ面白い。いや、多分、ツイッタースーってやってて、ふと目に入ったらめっちゃ面白いけど、カナエが、いや、今、待って待って、いや、今、なんか面白いツイッターがあってって言って出されると、あ、この店、この程度ね、ってなっちゃう。あれそれ、ちょっと失礼だからさ。あ、いや、違う。分かってる、感覚的に、ね、そういうつもりじゃないの、分かってる。そう、感覚的にね、めっちゃこの店美味しいって言ったら、まあまあまあ美味しい、普通に来たら美味しいってなるお店だったみたいな話ね。そうそうそう。いや、今喧嘩売ったわけじゃないからね。分かってる、分かってる。すいませんよ、リオンさんファンの方。分かってるよ、気持ちはすごい分かってる。敵回しちゃまずいからな。一瞬だよ、多分僕ら一瞬でチリとなるよ、僕らこのままと。今のはメラゾーマではない、メラだ。メラもダメだけどね、結構。ああ、そう、きつい。メラも結構きつい。エゴサな、なんかクズハーでやってみたんだけどさ、ちょっとやってみていい？仮面ライダーいっぱい出てきた。それ以降エゴサまともにしてね。いや、でもいっぱいあるよ。ああ、仮面ライダー出てきただよね。なんか仮面ライダーのなりきりなんとかみたいな人めっちゃ出てきてさ、クズハコウタさんみたいな名前だったな。クズハって合ってるのかよく分かんないけど。もうツイッターでは今クズハが高宮さんのあれをディスったみたいになってる。嘘だろ、ちげえんだって。違う、面白い、面白いよ、めっちゃ面白いんだけど、それなんか飛び火で僕がディスったことになってんだけど。なんだろう、僕面白かったんですって話してんだけど。かなち。ああ、僕は多分2人とも消されるね。ああ、でもね、TJS 行った感想、大きいゲームセンターみたいな。
雰囲気が。へえー。もうめちゃくちゃ広いアミューズメントみたいな感じだった。渡ってこなくね。八冠停止。これはもう廃業ですわ。でも信じましょうや。私らで最後の台なんですか。あ、来た来た来た。鑑定士の目は伊達じゃねえ。いつ？あれ渡る、いや橋に乗った瞬間。あれ？大丈夫だ、渡る渡る渡る。渡るくん。撃ってよ、開始。今や。大成！マジか今の。まだいる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 まだまだ。これに、あー引いてったか。すまねえ。島崎さんからリプ来てるよ。なんて。ちょっと見て、自分で面白いから。やべえ。やべえ。ああ、やっちゃったね、君。いやなんかね、あんだっけ。ああ消される。ここはそれ、忘れてない多分ここ。君やっちゃったね今ね。やっちゃったな。今までありがとう。お前と一緒にできてよかったよ。やばい、マジで消される。じゃあな。全部見るんで、信長さんが出てるやつ。お前が、勘弁してください。お前は死んでも、お前は僕の中では生き続けるから、安心していけよ。勘弁してください。いやーマジ全部見るんで。ひー、なんだっけ。宮野さんがね、面白い。あのね、踊り出すんだよね、急に。めっちゃキレキレのダンスしだす。宮野さんってラジオじゃなくて、こうなんだろう、映像付きでも面白いよね。そうだね、そのイメージがあるから、なんかね、もう想像できちゃう、ラジオ聞いてても。矢野さん、なんか多分原始時代の家族みたいなのやってて、ラジオみラジカセみたいなの見つけて、おお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 カチってやって押した瞬間曲が流れるんだよ、宮野さんの。そしてキレッキレのダンスをね踊り出すやつを見て、なんかね、なんだっけな、なんかラーメンになんか家族で、なんか4人、カジ君とか、カジ君じゃない、あの、下野さんとか、そうそう、宮野さんとかいて、七味めっちゃかけて、なんか順番にもう食べるふりしていくやつあったじゃん。あれめちゃくちゃ面白かったね。もうゲホゲホってなりながらさ、いない？いない？来てる来てる来てる、足元来てる。本当だ、いる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 、撃つぜ。あ、瀕死瀕死。一人やった。もう一人いる。やっていいよな、これ。あ、裏回ってる、裏回ってる。あ、出ちゃった、ごめん。いや、大丈夫、大丈夫。やった。ナイスナイス、ナイス。画教員の魂は返してもらうぜ。で、そのね、ガチ版の話して今だ。いいよ。めっちゃ低予算で撮ってるんだろうなっていう映画ブーチキなんだけど、うん、久保田正孝さんわかる、俳優の。ブーチキチキ。あ、ブーチキ、わかんねえか。シンデスノートの久保タイトさんしか出てこない。車にこの久保タイトさんじゃない。ブーチキチキ。3代目あるブーチキチキ。やばチキチキ。あ、もう4代目もブーチキチキ。てな。あ、お前バカ。そんなことだと思ったよ。しかし、ハンドルを切ることによってダメージを最小限まで抑える。これが僕のスタンド能力。あ、素晴らしい。これがいかないし。降りるよ。あのさ、なんかさ、この前ふざけてる時の話さ、クズサがさ、うん、こんなにやる気あるんで案件くださいみたいな話をしてたじゃん。冗談でね。したら本間さんが、いいよ君、やる気あるから案件あげるって言ってめっちゃ面白かった。こういうトップがいいわっていう。そう、いや、いいわこのトップみたいな。やる気あるから開けあげるってあれめっちゃ面白かった。しかも声がさ若干ドラえもんっぽいのだからさ余計に拍手かかってめっちゃ笑っちゃった。裏であったことだけど、なんかなんかの配信前にあったことなんだよね。そうだね、確かそうそう、めっちゃ面白かった。僕あれあれめっちゃ面白かった本当に。払っ、僕今払ってきたんだけどさ、めっちゃかっこよくないみたいなことを言っちゃうみたいな。ああ、まあそれも全然ちょっとダサくなっちゃうみたいな。そうだね、ちょっとダサくなっちゃう、ね、ちゃう。それはまあまた別なんだけどね、俺が。ああ、まあ合ってるっちゃ合ってるけど、かなえでもそれしょっちゅうじゃねえか、それ考えると。抜いた後に、僕今のすごくないっすか、
当たり前だ。だってどうってやだもん。すごくないって聞いてすごいって言われて、いや違う違う違う、すごい、みんなすごくないって聞いて、みんなすごいって言ってくれるじゃん。そしたらその後のモチベにつながるから、僕はいいかなって。別にかっこよさでゲームしてんじゃねえ。ちょっと待って、僕はかっこよさでゲームしてんじゃない、勝つためにやってんだ。バカ、なに怒んな。てめえに僕の何がわかるんだよ。わかる、わかるだろ今の。結構わかったよ今のこと。いや別に悪いことじゃないよ全然。僕さ急にキレるのめっちゃ好きなの、そのマジじゃないやつね。あ、わかる、わかる、めっちゃ面白くない。急に大声出すやつめっちゃ面白い説。はい。あー、一体誰が、一体誰がお前をこんな目に。ああ、骨折した完全に。ああ、慰謝料慰謝料。まず慰謝料の話からして。お前バカバカバカ。うるせえ。それ以上喋るならここで土に変えてやろうか。応急ないから俺。応急わけだけ。応急ないんだけど。はい。でも包帯で回復しな、こんだけ余裕があるんだ。ありがとうございます。流れ星チュエさん。チュエさん。知らないの。流れ星中衛さん、知らないな、知らないかな、中衛を知らない。あれれれれれ、あーあの流れ星の中衛一世を風靡したあの最強の芸人、頭はパーマがかかってるようなあの中衛さんを知らないと。あー、流れ星っていうコンビの中衛さんなんだ。ディエイジャーにバカにされますぞ。オタク出てきた、オタクが。でもクズハとの、はい、コラボが一番テンポいいと思う、自分のやる配信の中で。うん、最近結構リラックスしてるけどね俺。でそもそもリラックスしてる時点でのテンポがいいから、裏で話してる時に思うけど。だっけ、早い、もうね、起きる物事が起きて終わるまでがねすごい早いの。いや、お前これはねアメリカな感じだなって思う。僕は結構雑だからな、裏ならさらに。そうやってすぐ人のことを悪く言う。悪く言ったわけじゃないけど。君は本当にひどいやつだね。悪く言ったわけじゃないけどね。じゃあ褒めてみて。褒めるのいいやつだじゃんお前。いや本当は褒められるために来てるから。え、いやでもさ、いいの？あ、褒めないならもう死ぬ。はい、もう投信しまーす。死ぬのお前が。そう。あって、移動しよう移動しよう移動しよう。橋戻ろう橋戻ろう、早く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 、遅いよ遅い、君君遅いよ。これマイカーが先出せや。君遅いよ。俺シャッガンだけど自信あるなら別に言ってもいいよ。やめとくか。お前が死んでるところなんて見たくない。わーい、こっちのセリフだぜ。バイオハザード5。バイオやるって話いつある？え？怖いゲーム？バイオ。こんな話あったっけ？バイオやろうって話したじゃん。やったっけ？知らない。もしかしてあれ？ビビってんの？もしかしてビビってんの？あ、ビビってでしょ、ビビってでしょ。え、ビビってんの？おこいよ、おこいよ。二三時じゃねえか。あのじゃあやめ、なんかドラム見てちゃった。え、どう本人なのかわかんないんだけど。え、どれ？あのこれなんか島崎信長さんが CV やってたあのキャラクターらしい。でも僕らに戸籍を返す人って。そうだよね。いや、わかんないわかんないわかんない。いや、違うでしょ。いや、わかんないわこれは。多分これ知らねえ。この件岩屈。いや、わかんない。でもいや、わかんないね。あ、さっきの本人だって。いや、やり取りしたかでも。そう、驚きすぎたな俺。20発落としたよ、あと。そうそうそう。いや、なんかエモいな、本人がやるのエモい。むちょむちょエモい。ということでお疲れ様でした。おつのわる、おつのわる。